こんにちは。今日は、頭にあるハゲを皆さんに見せたいと思います。このハゲは別に自分のいじめの原因とかになったわけじゃないんですけど、まあ、いじられることは多かったし、小人時みんなにハゲって言われた。これが最初でしたね。それまでハゲともちっとも思ってなかったんですけど、みんなにハゲって言われました。こんなのみんなの頭にもあるだろうって、ハゲじゃねえだろうって思ってたけど、ハゲじゃない、ハゲ、どういうのもハゲみたいで、小4小5の時ぐらいに、まあ鏡で見て、頭をね、鏡で見たか、あるいは携帯カメラで撮ったか忘れたけど、まあ映ってて、本当にハゲが、これは確かにどう見てもハゲだなって思いましたね。映してみたと思います。で、映ってるかな、映ってるかな、はい、映ってたかな、映ってましたかね。ないでしょ、お前ら頭にハゲって。昔親に聞いた話だと、小1じゃねえや、俺が1歳の時に頭に腫瘍ができて、切開手術を行った際に、こう髪が生えなくなってしまったらしい。こう今見せた場所は、お前らねえだろハゲとかな。お前ハゲがねえくせに自分のこと不幸だとか思っちゃいねえだろうな。俺はハゲがあんだよ、ハゲがあんだよ、俺は。1歳の時からだよ。で、この部分、実際手術の後だから、こうなんかすり減ってて、すごいツルツルしてて、毛穴の一つもないと思う。これは、もう完璧ツルツルでね。まあ、俺のハゲがいかに凄まじいか分かったと思う、これで。だから、多分坊主頭にしても違和感あると思う、俺の頭のハゲっつうのは。正直な話ね。だから完全なスキンヘッドとかにしてもう違和感あるし、この状態でもハゲがあって違和感あるし、何にしても中途半端なハゲなんだよね。頭すり減ってっから、俺の頭は。俺の頭すり減ってんだよ。わかったか？な？以上だ。